第40期放送戦 A2 リーグ司会実況の笠原直です。そして解説は A2 リーグより古橋隆史プロにお越しいただきました。古橋プロ引き続きよろしくお願いいたします。お願いします。それでは対局へと参りましょう。第40期放送戦 A2 リーグ第5節3回戦東敗の開始です。それでは3回戦。こちらに吉田隆史の合図によって対局が開始されます。ます3回戦はちいちゃから黒沢なんちゃ柴田。シャーチャー瀬戸隈。礼茶鴻のお並びです。 順位も二回終わりまして順位なんかね気にしてないですよまだ、ええ、中盤戦なんである、まねまうん、当然そんなのドラはリアンピンいいんじゃないのドラメンツできてるね三3メンツありませんえそうでしょ<え>イーシャンテンイーシャンテンっぽいですね半ツンもありましたよねさあ柴田はラスラスと来ておりますうひ でもマイナス三十点四？さっきはね、ね今野さんがラがっだったね。四三四三ですね。で、今野と、四三四三の一二一二ね。はい。あこれこれ三面つか、黒沢さん。一面つ。黒沢さん抜かれたな。意識してる。納谷 <laughs> が五十六点四になりました。すごいね、二回終わってね、八十五ぐらい負けてたのに。黒沢さんの一個上。 セドコンさんマイナス三十二点ピンクゾーンあ抜けたか。前原さんの上ぐらいですか。うん並び並びぐらいですね。い。いいですもんね今日なんかリズムリズムがいいですよ。気持ちよく出ている感じが。こちらもそう。いいシャンテンチピンですね。はい。ウーピンじゃない理由としては。スピン引いた時にね。はい。 三品三色までありますから。対抗がね。したいところですね。あとは親に対抗馬いますか。らから瀬戸熊さんが夏、まあも次第だけど。えド、え、ラのレアピン一枚か。で三品もないのかな。一三品一枚か。で今度もドラドラになったけど。けどね。う あららまさかこんな天敗が <laughs> リーチです文句ないですね三面ちゃんニーロコールを目指してリャンパーマンリーチピーフドラこれは一人旅だなはいまさか残ってるんじゃないですかうわ急い,いってるうんビュンチーピン現物でしたけどねはいまあ1個しかないしと、うんはいいう感じでしょうか1回待つもあったんですかなないですないです、ね、ないですす リャンパーマなんてめちゃめちゃいい街ですからねこれ先に上がり生まれちゃいそうですもんね三万三枚ローマン三枚見えてて、うん、瀬戸久間さんの押し返しありますよある、ね、あでもリャンピンドラかリャンピンドラいやでもなんか切りそうな雰囲気出てるけどね、うん、これバーソーから入ったらじゃあロッケーマ入ったらバーソー切ってローマン入ったらドラ短ンでしょうけどねはいうわ嘘ゲームやいやー <laughs> 嘘数そうでしょう。

両面ピンズ周りがほとんどないから、はい。チーマン引きとかどうなの？一万あるな。あります。千万引いたらね、これあーでもきついな。うちは一じゃないのこれ。全然。いやり山。リンマンああいうは打っておかしくないない。どっちも数字で掴んでいます。リン,マンもパーマンも当たりハイ。降りるハイはいっぱいあるんだけどね。はい。行っておかしくないですね。まだ行ってみたいそんな時間でしょうか。通チャンスだもんな、行くな。 ここはプッシュしたが黒沢の上がりとなりましたーリーチピーフトラ5800ですいいじゃないですか気持ちいい報酬ですよこれいいファイトを見せておりますただ報酬に回ったっていう結果をね捉えると結果はまあそうねう痛い5800は痛い, <laughs> 痛い でもどうですかここまで見てて古橋さんの中で黒沢さんと瀬戸熊さん同じぐらい同じぐらい同じぐらい確かにでも2人とも上がりも、ね、結構生んでますし上がりがいっぱいあるしね河野、まあ、さんも結構厳しくなってきましたよね戦いがね、うん、そうね 今がドイツは柴田です。ね、これ次は瀬戸熊さんが上がってっていう展開にはなる気がするんだけど。はい、さあ三四回戦で二人の巻き返しがあるでしょうか。うん特に柴田さんはね。柴田こそ今日は決めたいところ。今度はまだ首位をキープしております、うん。そうね。白鳥の下に行くっていうのは屈辱ですからね。<laughs> 負けるわけにはいかないですよ今野さん。 ね、A1 経験者ですし本当にそうですよ、うん。今日のメンバーだと、A1 経験してないのは柴田さんだけ。ああね、まあでも十弾取ってるから A1 みたいなもんですね。<laughs> そうなんですか。十弾っていうのはやっぱね、王に次ぐビッグタイトルなんで。え、だって柴田さんってなん、どれぐらいの木で取ったん、何年目で取ったんでしたっけ。三年目ぐらいで取ったんじゃなそうですよね。ね結構早かったですよね。うん そっからよう残るわっていうね,ね感じになりましたよねライトル戦もよく残るしリーグ戦もトントン拍子で来るし、ええ、いいシャンテンセトクマただ自家勢ではないため、うん、役がどうでしょうかツモがいいんですよ順調なんですよこっちがツモはいいですねポンテンが取れる先にリアンスを切りましたドラが。シャーナーですドラがドラ持ってるってことドラも持ってますでも山に三枚ぐらい残ってますかね重なるかもしれないですね 佐さんちょっときついからね。ああ、リーチだ。リーチです。ザリーチになりました。ロッキーフンマそんなに悪くないか。キューピン2枚見えている。まあまあまあね。2枚ならまあいいでしょう。実際キューピン2枚山にありますし、ローピンも5枚。ああ5枚は十分ですね。しかも天パネじゃないですか。これ積もれば。あ、これはみんな大好き天パネ。 瀬戸熊さんもねリーチのみのいいシャンテンからだと押し返しづらいけどはい押し返しがあるかかどうかこれはトンを切るのかいやーもう手配的にはあんまり価値ないけどね、えー、降りる範囲がいないのかないですよね、うん、今数万が通って2枚増えました、はい、あこれは追っかけですね多分ねうん今現物だしなんか2人とも似たような形ですねほんとだ <laughs>

ウッパーピン対六九ピン。二対四なった、これで。ローピンからすみません。ローピン入りましたもんね。柴田さん。瀬戸熊さん。あ、でしたね。そうなんですよ。リーズボン。麻雀というものは。五百千。痛感しました。六百千百。600, あれしか上がんないねえ、うん、どう ?2 曲柴田の親番ドラは9ピさあ注目しましょう柴田さんの親いや頑張ってほしいね<ー>あ、6チッパ最後の二枚いいじゃないの、はい、絶好じゃんはいもう六ッパ丸見えですか丸見えですね、うん、いやそこからあとは三者次第 そんなに良くない瀬戸まあ今度も良くはない黒さんも良くないね大丈夫大丈夫いやドラドラドラですいやまあ一応ね一応はい一応採用しましょう縦断戦も決勝メンバーで揃いましたねそうですねおっとニーチャルねリーチだなリーチペンチピンリーチです リーチ、ドラチピは意外に山さん3枚はい今持ってきたとこでほほほほあと山さんまあ3巡目おやりですからねはいでも3巡目これよく聞くんですけど、はい、1>, 1巡目じゃなくて2巡目3巡目の時は、うん、結構もう後継になってたり、うん、そ選択ができるとこでしなかったってことだからうん 高かったりとか、そういうケースあるよって聞いたんですけど。ね、捨て配がね、リャンソー三品で、トンなんですよ。はい、トンよりも、リャンソー三品が先に切れてるっていうのはね、形がある程度決まってたっていうことなんで。なんか、やっぱ、後継か打点があるケースは、まあ。どっちかはね。うん、ありそうですね。うんうんうん、実は、今回、ペンチーピンでしたが。うん、リーチのみのね。 ドラ絡まないかんちゃんぺんちゃんとかだとやっぱもうちょっと手組みが変わってきそうなんでまあ皆さん今局はいかないかいやでもね押し出されるようにこれいっちゃうパターンがあるんだよな誰ですか今野さんとかどううん今野さんはでもねなんかちっちゃっぱいっぱい切れてるからおいれそうなんですよねい<ー>ってるないってるわ今いまん。い、e、る範囲はあると思うよ。 リりましたね、三3ピンとかありました、うん、ありました行くんだ行くんですねはいいっぱい押したことで、うん、道が開けているかもしれません黒沢が下りている運送、うん、を抜いてるどんどん捨て杯が弱くなるねこれはい うん、チーピーマダ山山、まだ山マダ山山、マダ山山、朗報です。リーズモドラ。んあとは今度次第ですね。いやーでもやっぱね、これ失敗がどんどん弱くなって、はい、おお、取った、2000オールです。リーズモドラ2000オール。ちょっとストレス解消です。うん、これはね、うん、嬉しいですよ。 こっからこっから、まだ三回戦。あね、関して最後のスマホり起こした的なもうね、ね<ー>あれこそ立ち上がりたいよね。うん。そう払わずにもう。トト休憩学ぶ。飛びの九相手が瀬戸熊さんでもそれはまずいな。<laughs> うん、それは良くないですね。伊で白鳥ぐらいだったらさ、ね。また出ました。<laughs> 今日井出さん大人気です。春飛び。いついつはい。い磯安子。 まあ、仕掛けて本逸ああもちもち見た目かー切ることなさそうですね、うん、瀬戸間さんもきついああトンのさんがいいな黒沢は一メンツトンを重ねましたか泣かないからチートイツチートイツになればね、うん、ペドラで、うん、ペヨ山マ山マヤ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 マ おまさまチュンだよりになりそうですからね。はい。いいピン。いい。柔らかい。おまかんつ。これは二面つぶんで使えますね。ですね。チュンチュンシャッシャ。そっか、せだこまさんも苦しいんですよね。苦しいですね。ううすねこれせだこまさんが一番苦しいかな。おお。いいところ。いいピン返してほしい。はい。でもタイヤで戻ってくるかもしれません。まあ これはいずれでそうだから。黒沢とアンコです。あ、とんドイツでした。で、で、うん？ね、ん瀬戸熊さんが、はい。ウッパーソー入ったらリーチに来るなリーチで、そしたらチュンチュンとか可能性もありますね。あ,<ー>ありますよ。やめてよ。さあ一枚あるね。はい。わ<ー>、まあ。まあウッパーソー待ちになっても全然良さそうですね。そうですね。うん。 おっとドラかな両ピン一枚切れいいピン切るかドラ切るか一ピンうんおおなるほどの選択でしたこれもありですかピンズはかなりバニ安いですからねはい小さい一枚切れでトンなかなかない泣きましたこれは統一だええ統一統一 奈良ポンしても一泣きで、あ、二泣きですね。うん、ああ、そうか、二、ね、泣きでした。ああ、入っちゃったよ。そしてリーチ、シャーチュンシャンポンです。瀬戸熊からのリーチが来ました。シャー一枚ですね。はい。あとは柴田が打つかどうか。う勝負かな。これだと勝負なりす。ううっ、やめろ。 そこは触らないでいちょっともう本当ドキドキさせてくるね <laughs> 柴田さん <laughs> <あ><あ>ペイ取っ,ったねこれは大きいなあ何ですか6球満天敗だピンフで役があります今ンが天敗黒沢さんもねローピンパーピンは打ちやすいからはい戦えますねペイの行方あと1枚のペイの行方これはペイだないや今のうちいやいや待ってイースーピンが結構切れてるけど これペイ重ねちゃうと逆にダメじゃないですか重ねちゃうとダメあー9万じゃういの瀬戸熊の宝珠今度の上がりピンフは1は1300ですさあこれでトーン3に入ります今宝珠となった瀬戸熊の親番23,200点さあそれぞれが上がりをものにしました、うん 今野さんも打点っ,って決めました？決めてないね、決めてないでね。ね柴田さんもですけど。うん、さあ、ハイパーご覧ください。いや<お>いやいやいいぞ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 これはいいな。対応系白から続いて今野。今野はリアメンターツの2組、うん。まずまずですね。あクロサさんもいい。あ柴田はいいいいいい。いい2メンツあります。いい 打点ですね。ただ打点はどうですか？ヘドクマが抜けている？黒沢さんもそうね。ピンフのみだもんな。あ、ドライイチか。ピンフドライイチかまずまず。リーチするとなると一三二六。カンローマンが入った今度。あらららら。ピンフに固定しました。両面両面。 こうやっても別にリーチは打つ構えかもしれない。いや、ととね、打ちますね。はい。いや、もういいシャンテンの選手がいます。それは黒澤。瀬戸熊平。あ、ごめんなさい。<ん>大変失礼しました。大事なところ、柴田さんが天敗でした。おお、本当だ。<laughs> 発もして、天敗から天敗。役割になってきます。さプロマン。安いからね、面前でやっても。打点変わんないし。はい 1,000点三郎丸黒沢さん先に3万逃がしてるからね<ー>これ大事ですね,ねでもこれ,これ瀬戸子は結構危ない出る可能性が、うん、3万入ったら、はい、出ちゃいそうお<ー>うお単<ー>要だ 現在テンパ一名。チーソーが入った瀬戸熊いいシャンテン。三、ね、万かウマんどっちが入るか。はい。だけど今日のセうわテンパリチ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 そして黒沢のりちゃん。これね三万の先切りが効くんだよなリタンドラこれ。いいやドラマタキ、うん。いく。ああたりない。撃つなこれ,これは打つな<種>これは打つと思うな。三万が早いから。うん 歌、黒沢が来ました瀬戸熊輝ら、リスタンヤオドラです。五千二百。先切りやっぱこういうのね、こういうのって。いい先切りですかね。チーピン残しが良かったね、あれは。大人、はい、手順で捉えました。アリアンは。打点も十分。五千二百ですからね。はい 早くもトーン四曲ドラパーマンです。今野ノヤ版。今野は一メンツ。黒沢ドラ一枚のおーチ一枚切れたの嬉しいところ。これ黒沢さん今日首位まであるんじゃないの？もしかして？えー？あのピンクゾーンにいた方がですか？ねえ<ー>。もう今トータル七十二点三。三浦と並んでるね。で今野さん巻き込んだら、えー、で最後トップ取った。そしたらね。ありますね。 大いにあります三色いいシャンテンじゃないですかいやでもドラガパーマンかン、はい、まあ三色なればね文句なしでドラギリでも、うん、スピン来たらどうするんですかこういうのスーピン来たらどうしちゃいましょう <laughs> こちらです切っちゃいます切っちゃうわねともたけさんなでね切っちゃうのは それででやりすすぎになるんですかちゃーんとやりすぎかなとかまでついてればねいいんだけど見合うから、うん、えっズッピンってるじゃあどうしようまあドラ切って一旦天敗取るかほうん、いろいろありますよね9万切る手もあるし九万切るほう、はいい反応切っちゃう手もあるし、はい、あ柴田さんがイシャンテくっつきですねここは天ン取らず一回したんですかね その通りです。はい。カンパーピンでしたが、ドラパーマンですもんね。はい。イケイケどんドン。四万引きで。はあ。これだここでパーマンか。ここでパーマンかな。ドラ。いや当然ドラ切るのがね一番くっつきやすいんで。は九万とかやりすぎですかね。九万あるね。いいね。九万いいですよ。サマトマこれも自然。 あああた来た来た嬉しいドラギリリーチハイポ,ポ,ポ,ポンでした。デールなら9万先に切っとくよ。<laughs> ペン酸素のリーチ、ね。今日ね、瀬戸馬さんね、はい、ペン酸素とかね、サブローとかよく積もってるからね、トルネードありました。やばいやば。うわ、しかもこれ柴田さん酸素は一旦使えるけど。ええ。薄いなっちゃった。薄いなってる。 こんなの止まらないよ。今度さんは大丈夫。いやいや、大丈夫じゃない。一番危ないよ。持ってるんだから。回ったら、これ三層だよ。はい。回ったらっていうか、次行って済んだら三層だ。これ。そうなっちゃうんですね。うん。柴田さんから手出しが入らない限りは。三、うん、層になりますよ。これドラポンだからね。瀬戸熊さんに当たってもいいから。柴田さんには泣かせたくない。今切り。あ、うん、うわ、来たぞ。先輩、嘘と。チームワンです。 嘘ゼロ。え？でもチー一ンが一枚ゼロだゼロゼロああこれね単葉だから三走じゃなくてどうにあったぞ。あ脱がれましたコンドです三走が山々で。ちょっと待ってえええと柴田純から？純から純から。でもここから三走引きとかありますかね？くごげ三走引きあるね。ありますよね。あいいしゃ。黒沢さんはね無理よこれハーピンキューピンよ。やんまも大丈夫なの？数字。 スチカ粘ってるスープに行く酸素はお目見えするか今度も両面両面。親分、うん、だからねドラポン入ってる、ね、リーチ入ってるだけど頑張りたい頑張りたいよ酸素はリーズも三色あるかシバさんはね数素も切りやすいから、はい、サブロー装引きは街を変えますね 黒サビキはい町まちそうかい。あー、テンパってるんですけど、三色で。ベージピン。握れ。狙い一 1> 1枚一枚一山。でも。一対二。黒笹も算数は止まんないな。これはきっと。一対二。対ゼロ。何何何。さ、ローマン。ローマンは。三万が現物で九万とってるからいくね。パーマーポンですもんね。ええ、うん。えー 一枚と三層二枚ですね、はい、あとは今度が来るかと柴田の街が変わるか変わら変わった変わってない変わった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 れ、ね、これこれ運送切る運送切るよ切れるんですかだってパーソン通ってるでしょあそっかそっか,そっか、うん、切れる切れる全然切れる本当だ。これで一気に来たじゃんサボロソー待って待ってサボロソー3層二枚ですよねローソーはローソーもありそうえ、ローソー2山あるじゃないですかローソー1枚ローソー 1, 1枚か1枚か 1> 3山になった 河野さんも天敗。はい、すちそうです。ちそ。ちそないよ。そうだ。あ、でも、ちそあるかな。うーチピは。チピも一枚ある。ある。筋。なんで、これ、みんな天敗耐えきれるんだ。<laughs> たー柴田が期待を、誰が予測したでしょうか。そうじゃない。タイヤをとらさんとなりました。23900百、つまがりとなります。きたです。 いましたね。これすそうなんて難しいはい引かなきゃ上がりがないわけですからね。いや逆転の芝田。こっから逆転で、A、1にえー、え発エイワンとなりますよその時は。面白い曲でしたね今のね。はい、もすると今さんの勝ちかと思ってますけど。ね、現在何 二メンツ完成。いいね。ドラパソー層。一 <laughs> メンツの柴田。柴田さんも今の上がりで四万三千点。はい。もう今日もマイナスけたこれなら上出来ですよね。うん、でも、その分今野さんがちょっとマイナスを。増やしている状況。ね、いや、上が。 まあトータル考えるとまだ近藤さんはねまだまだまだ柴田さんの方がそうですもう後がない状況みたいにはなっております。瀬戸熊徳は統一2組のドラ1枚ドラ引き婚の3色もあるのか。 柴田さんは初日はまだです。出したいね。出したいです。でも今日出せる可能性も出てきました。全然ありますね。また黒沢さんのリーチがすっとんできそうですね。これは <laughs> 圧倒的ですか速度感は。ちょっと他の三人が時間はかかりますからね。はいえー すすごいですね泣かないのに速度が全然ね,ね、うん、黒沢は全桐ワンから公共してしまったんですよね、はい、さん、うん、あの戦いもすごかったですよね最終節そうね藤、うん、崎さんと本当に僅差だったからね <laughs> 最後なんかバイワン条件みたいな条件入れてませんでしたっけんかいいシャンテンぐらいはくの、うん、らいいこかだなと、うん そして今期 A2 はそこもちょっと最終節変わったんですよね。はい、あ、えっ、ー、と組み合わせが変わったんだっけ？はい、えっとなんでしたっけ？一二三四じゃなくて奇、はいえー、数数で分かれるんでね、はい、確かにね。二四六八一三五七で争うので二択分可能性がてて。うん。だから八までに入っておくのがまあ一つ大事ですよね。はい、とりあえずね。 今まではだいたい一日採用に入ってないとみたいな。入ってないとね、厳しい戦いでしたから。八までに入っていれば。ええー、全、ま、くじは違いますからね。はい。本当に行きたいですね。行きたいですね。古橋さん。んあれこれはどうなんですか？三色なるんですか？まあ数ね。うん が泣く。えー、柴田さんは結構こう上がりたかった上がりっていうのをしても、うん、泣きの風呂を変えたりはしないですよね、うん、しないですねもう泣くものは泣くしイーシャンテン中の黒沢です、うん、い,い,だいいところが泣けたのかいいシャンテン ンうう、ね、ヤオっぽい仕掛けで肩上がりのスキースーマンを持ってたことは考えづらいんで、はい、なんか食い伸ばしっぽいなマンズの中身にもう一個メンツがありそうなおお情報が今、はい、そういう情報だけはとりあえずじゃマンズ一メンツあるから一メンツとかジャントとか,ントとかマンズを持ってないことはなさそうかなっていうぐらいですよね今のところわかるのはこういうのはドラドラジャンとかは思わないドドラドラはあります、ね、ありりまますすねよ、はい よくまが実際ドラドラですが普通はねこう遠い仕掛けだったんで、えーえー、ドラドラだなというふうに思うこともまあ一込みで考えるとねまあ分かんないっていう結論になる一ですかーローソン入ってリャンウッパーピンでオヤリが入りましたこれはいい街に見えるなリャンウッパーピンリャンウッパーピンでも柴田も天敗さぶらんがかわしたら大きいけどなんかかわせるか思いが出てきた ないんじゃないの、結構。サ三郎が。ランパピも薄くなったか。ランパピもね、もともと。ラピン一枚。あ、でも、ウーピンも一枚、パーピンがゼロかしら。パーピンゼロ。マジョ結構薄いね。パーピン一枚。あ、ランピなくなっちゃった。パーピン一枚、ウーピン一枚って感じです。じゃ、当たり牌をかわしていきます。今度。 シンドラは増えませんあ、三万、三万、三万三万は柴田に当たり入っていが、現物ではございません、うん、そうね柴田がどこまで行くかあんーがーリアンソならばといったところでしたがリアンソ現物でしたし、うん、ザブローマン3万0 6万 1?

平均してハイパイがいいもんな、今日黒沢さんね、はい、またまたいい1メンツ二メンツ3食、ちゃんと三色と一通がある柴田も悪くない、うん、悪くないですねあ、瀬戸久保さんも、うん、いや、二メンツだ残るのだけああ、メンツなし2メンツ圧も一組です、うん、伸びる伸びる 一回受けができました。フロハ橋さんも今季好調なんじゃないですかいろいろ。今季はね、なんか麻雀の調子がすごい凄まじくいいですね、うん、全体的に。まあ、リーグ戦。多分、プロやってきて、こんなにいい、半年は初めてぐらい,い,いですね、はい。この前行われた帝王戦。帝王戦の話はやめてくださいよ。<laughs> 決勝まで。 ねえでもね、いいって言っても勝たなきゃ意味ですからね、相手が悪かったな、あの、化け、ね、バ化けン,ンみたいなやつに当たっちゃったんで、<laughs> 決勝のことは必ずものにしますみたいなーねー、ね相手が本当に井出航平とかだったら、白鳥とかだったら勝った気がするんだけどな、持ち上げてください、ね、なんで大谷が出てくるんだよ。<laughs> ねえ。 でも谷さんがいたから、こそままた面白い戦い戦たた、ねあ,まあそれはあありますね、うん、あれが決勝初え静岡リーグとかそういうのあるけどなんていうのかなこう東京でやってるものに関しては初だね。<え>ね、WRC もありましたした<え>、うん、ベスト8に負けちゃったし。 強迫りましたね。すごいですね。映像媒体のね。ね <laughs> 全部負けたらな。な一 <laughs> 個ぐらい勝ちたかったな。<laughs> 今野さん伸びますね。はい、現在イーシャンテンです。ドラーパーマーなんですが。まあ、ドラ引いてもね。はい、広がるし、高くなるし。お、一二三の三色ですね。そうすると、この,の勝負点になってきました。 みそしも一応あるんですか。みそしもなりますね。ありますか。うん、ドラ引き柴田。使いづらい。一旦パーピンで、ちゃんとになれば。うん、そうですね。はい。くりくり。スピン。スピンがむずい。まあ、ローピンか。はい。この後のつもに。一品、うん、は二枚見えです。 イースーチーピン全然ないんだけどピンが、ね、ー1枚しかないあでもでもでも数万とかくればいいんですよね。スースーマンから入れればイスソでで、うん、もでもも枚枚ね残っっってててますけどど切切きたあ振り点だったたただだんん野さんはなるほど本当しにい <お>来たじゃない、来た、来た。これはでも、椅子チーピンになるから。はい。チーピン一枚だけだ。はい。でも、高め。あ、やめてんでした。やめ,めてんなら。出る可能性。あるよ。ありますね。なんでやめてんなんでしょう。すごいな、やめてんか、紡ぎりりちいくのかな、もしかしたら。どうして。そしたら。ちょっとリズムを変えてやろうみたいな。あと、できるだけローピン手出しから、離したいっていうのはあるよね。ええ。もう一回、手出し入れたいっていうのはあるかもしれない。 なそうこうしてるうちにね周りが、うん、どっちねいい悪いメリットデメリットありますからね、はい、これはただ瀬戸熊の選択がどうなるのかいい、e、ピンはニに2枚飛びチーピンも1枚見えこれ最後まで闇天っぽいな,なんかあとは今度のチーピンはいやなんか面白いですねこれ手配だけ見ればリーチの一手なんですけどね瀬戸熊さんやっぱ今の点数と黒沢の親番と。 あ,あ、そっか、黒沢さんの野蛮。ありそうですね、そういうの。この闇点にしてれば、拾える可能性あるからな。えー、最後のチーピン黒沢が持って、黒沢さんが持ってくるとか、はい。こういう闇でも意外に勇気いるからな。いるね。い,すねいや、リーチ打っちゃうが楽ですよ、うん、これは。だって、高見三色だから、リーチ普通でしょで、ね、って言ってね。ね もう間違いちゃう？いやあいっそは無理よ。うんそうねやっぱ手出し入れたいねローピンから離したい。ああこれで出ないこれで出ないこの三回出ない。やめにしても出ない。でもでもまだ残ってますからね一ーあとは黒沢がどうか。まだリアンシャン点だからねちょっと厳しそうではあるけど。ローソーで止まったのは柴田形式天杯。まあ形式天杯の時間帯でもありますか。うん。 してまだいいシャンテンです馬打つのかな矢ってないか馬って結構切りづらい範じゃないですか馬は切りづらいね、うん、これでリーチあるな仕掛けたから仕掛けで背底が回ってきたしね、はい、そして今度も形式転廃、うん、チーピン使い切れますあっあーイーシャンテンビュー <laughs> 柴田さんはチーピン打っちゃうな多分な。とりたい。とハイガー、ね、E マンとかチーソーダメかドラ打たない前提でねこの形式テンパイを進めなきゃいけないんで、はい、ウッパーマン両方浮いちゃってると相当きついけど馬も行く気なんじゃないかな黒沢テンパイ入るのかまだです。 三品も無筋ではありますコンさんに通ってないですからね、うんはい、もリャンマンイーマンでやめるか三品打ったところで、うん、ウッパマも打たなきゃいけないですからね,ねこの順目で二筋どうなのよと、うんうん、テンポ入らなかったね背底が今野さんなので、はい 泣きながらの限パーマン二枚あるぞ。ええー。吐いて、吐いて。酸層は相当通りそうですね。手手から打つか。はい。吐いてパーマン二枚あるそうです。ない。真っ、まあ、白でした。流曲です。瀬戸熊今野二人天派流曲です。黒沢の親が流れます。いや瀬戸熊さんねこの闇、ね、一つ。 これはね、いろんな理由があると思うんで、はい、ちょっとね聞いてみたいけど。ここですね。間食もあったところでした。うん、何局です？日本ば、柴田さんも斜め置き、<laughs> ドラ三品。あのヘリのこうセント長田、うん、からですかね,ね。そういうことですかね。<laughs> トラ三ピントラ一はいメンツ一メンツ大一ダイあれおールイスは無理だけど商品が入ったかはいまあ今野さんもいいですね <laughs> 黒さんも黒さんはなんか好きそうな手<ー>はい四と一わあ貫禄ま嬉しいこれで二メンツ出来上がりました。

まあ、ローピン引いても、ドラちゃうからね、当然リーチもあるんですけど。はい。もローピンくれば、役割にはなりますもんね。んあ三ピンがドラなんで。まあ、数勝切るのが普通ですよね。二刺しみたいなら。二刺しみたいなら。数万からマンありますね。んあんまじゃあ、うん、この差は、役割持ってって。 こ考打てにならないと、うん。まあね、現状もまずまずの打点があるんですけど。はい、あ、ドラだ。<わ>これはなんか手広、なんかね、<laughs> ローマンいいですね。ローマン、ロマン。うん、チューンは山に一枚、瀬戸駒が一枚持っています。<あ>いつです。いやー、でもね、やっぱね、両面、両面だからな。はい、こっちの方が。うん、ドラ表がないからね、リャンピンが抜けてるから。リャンピンも今二枚目が見えました。 じゃあ今野さんもちょっと厳しいですね。厳しいですね。リアンピンのところが。うん、ドラキってやめてん。ドラギリやみて。んスッチピン。選択ありました。<ン>ここで三ピンポン。これはスピン打つね。次順がスピンは千五百の方銃となります。これも結構天配読みしていいところでしょうか。柴田さんですか。はい。選択天配でもおかしくないなっていうようなね。 おあ<ー>おでもくっつきだからでもでもでもウーピンぐらいですかウーピンね引くかもしれないですよはい三ピ,ピンポンだけどあそっか縦がありますね一、うん、枚残ってるそうソーズがそんなね周り残ってないからピンズ引くかもしれないですよ今度はドラのポン柴田もこうなったら結構押すのかまあね親番ですからはい あれ？いやドラポンでこのステハイなんかちょっとテンパってておかしくないかも。チューンはどうなんでしょう。びこいんあこれスーピンだ。いやいやスーマン切ってるか。はい。いやでも嘘だろう。ススソって？おい嘘だろ。全然通ってないですけど。全然通ってないというか一番くっつきそうなところなのに。 高いから。なんで。ですか。想像が高いからだな。あ、これはでも。あ、これスーピン短期かな。はい、一旦<ー>スーピン短期。マジか。これツモがあるかも。残り一枚。いや、これ、アバタミラクルというか。ね<え>。ね<え>普通は、あのー、スースー切ったところで。えー、まあ、三万切るか、スーピン切るかなんですよ、ね。はい。なんだ、これ。これはすごいですね。 もしかしたら柴田さんに数ピン土ピンっていうのは相当危ないなっていうのとはありそうだけどな,ーなどでも数層だって数層はね全く情報ないですからね、はい、なんだろういやでも何か上がれそうな短期持ってきたら 変えちゃいそうですよね。変えちゃいそうだけどその短期があるのかどうかね。なさそうだなこれ。ないな。リャンマンとかどうなんですか。リャンマン。あでもリャンマン三枚目四枚目にはダメだな。うっ、ん。びっくりしたよ。びっくりしたよー。スピン短期です。うん、スチビツモもありますからね？シバトさん。ありますよ。酸素カロッソ。うわこれは切りづらいな。 すそがあったから、うん、シャンポンでどっちもなんか切りたくない3ピンポン9万ポンで何か捨てはいたんおはよ多いからトイトイもあるしいたらさ 3, しし、ね、3万も手出しだったね3万手出しはおかしいな9万かんだ9万のかかんですスーピン そうだ。現在二人転売。いや、チーピンだ。<ー>うん、これは体験ません。ね、柴田の上がりとなりました。チーピンの宝珠でスピーフ千五百は二千百。親番姉ちゃんです。ただ今度の手順が。うん、面白いね。展開、ね、でしたが。すピンんきらず。きらずでしたね。 ドラッパーマンや柴田さんなんとかこのワンチャンではい、はい、まあでもまだ10ポイント負けてるのか今日は4三ですから、うん、ああ黒沢さんのね迫りが、うん、手配はいまいちか<お>瀬戸熊が1メンつ サさも悪くないですね。はい。草さんと柴田さんはちょっとまだ厳しい。うん、こちらです。向こうさんも今日でマイナス四十一点四。四十一点四はね、結構負けたなっていう感じですよね。ね公式ルールだと。あ、ペンサーズ入った。ドラは一枚、ゼットカマにも一枚。五つが見えてきます。うん、ドラ使い切るならば。 本野さんも形はどんどんよく,なってく、ね、まとまってきましたね。黒沢さんも意外に伸びてますね。伸びてますね。須田さんだっけちょっと。何曲。あ、うん、いいじゃんね。カニヤマンとペンチーマンです。ペンチーマンっていうのはねドラ表示牌だからね。ええ。でも、でもでも。山に？三枚、うん、全部山じゃない。山も？山？ 山に?。三枚円。うえ。きますよ。これ。一応残すかな。はい。あ、残さないんだ。急走を手の内に残して。急走の方がね、当然隅っこなんで。え。安全のパイなんですけど。三ピン残しとくと。はいはいはい。数ピンとかね、引いた時に。うん。ピンへの移行があるからね。ドラマ使い切れて、十分ですね。 徳間さんサクッとテンポ入った時は5二あるんで、はい、闇点が基本ですかない闇ね。ですねやっぱこのルールのセオリーは。はい、前回は数チピン闇点に構えた瀬戸熊でしたが、うん、そうなると逆にリーチなんてのも。なくはないけどね例えばリーチ打って後筋で関連ンとか狙うっていうのはね全然ありますけど、はい、あっチーマンが。 一つなくなりました。そして今度は転売です。なドラの入れ替えなどもありますが、それを待つより6球装先にリチでしょうかう球装場に2枚飛び。リチ打ちたくないんですね。はい、球装が2枚っていうのが嫌なんですかね。さあ123を見るかどうか。パーマン使い切る手組としたら 濃いピンツもぎリ、ね、柴田あリゃんシャンテンです。さあ、テンパイ取らずをしたコーナー、どう戻ってくるでしょうか。じゃ、これ、パーソポンデーボ。いやポンは重しそうかな。ね。わ、はい、かりやす。考えて。ローソーチーム、うん。ありそうですけど。うん、あ、これ嬉しいあ。ありがとうございます。六九万切ってるから。ええへへ まあ、ストレートにランま<ず>ランウマどっっちちかねおですがを入れましたそっちの前はいこちらは三郎九須を一見いらないけど先入りだ関連マンへの布石。はい 三面カンちゃん柴田違うのよこれは違うよキューピンチーピン切ってますチーピンキューピンありありますね、ええ、うん天杯だけでよければねパーピン切りっていうのが有力なんですけどはいあ<ー><ー>パーピン切りしましたねいつはここで見切って嬉しい天杯ってあるんですかねこっからチーマン引きのサブロックキューなほほほほ,ほ三面ちゃん,うんでもそんなねいいよくはないからな、うん もうそれならね、一通の方が。あー、ちまああこりゃなけね。あーあーおお、きた。連敗です。リーチかここはリーチ。六球三八となりました。リーチのみの手がね。はい、高めつも二千三球まで。リーチドラ。 老相はゼロ枚です。え、本当？本当です。で、休相が二枚。休相二枚か。千二千だもね。うん。カンチーピンが柴田タ天杯。カンチーピン。はい。ありそう。あ、でも二枚切れか。二枚切れなんだね。でも一応。危ね、チーピン。チーピン危ない。危ないか。二対一。

六級層パーマンカンチピン。ナン<ん>。はい。ビューン。自身で一枚切っています。決着、うん、つきそうですか。枚数は少ない。ですけど四、ね、枚。四枚, <A> 枚山。合わせて四枚。リーチを打っているのはこの。押し返しがきて持ってきた瀬戸熊のパーソー。何何何。そうかパーソー。嘘。嘘これぐらいは。中筋。 今野さんには切れそうですね。はい。柴田にどうかといったところでした。だい大体黒沢さんのところに一枚いってみたいになるのかな。はい、妻が柴田瀬戸こ後二回。何。そう。そ全く取ってね。ああ、これはさすがに柴田いきません。<ー>力を込めて振り絞った白。ロケそう。うん。二人で一か。かもしれません。 あとは瀬戸熊がどうなるかですよね、うん、ラス回転であこれは打たないから2ピン打ってあるじゃないのパーマンパーマン取るねどんセーフ <laughs> ゲームつでもありました流局です何曲瀬戸熊今野二天展敗龍極です,極極です柴田も粘りましたが、うん、三層は三層はね<え>まあ今野さんが

サンキューオ来そうだけどなここでですかまずホップステップジャンプじゃないですか2,6オールぐらいからかなちょっと重いもこめてハイパイはぼちぼちでしたけどねああら黒沢さんが一目であらなんか面白いけど重いこういうのは自敗なんですね第一弾トンも一枚切れでした一枚切れだったからねナンをポン トップ目だから、うん、そんなに,に、うん、本一にはこだわらずに一番上がれそうな手を組んでいくっていうね、えー、黒沢さんも自然に進めてますねまだこれぐらいだと本一見たいけど見たくなります手てハイがねやっぱトンシャーっていくとちょっとおとなしくなるから、はい G、ピンが入りましたよい,いそう、うんいいそうだ二面 白沢白まで泣けそうだけどなあら。ら、白はどこですか山ですね山に二枚順目が深くなるごとに出づらくはなりますがうんもう1回9万なんでしょうはい、もう1回9万ですね、はい、これは目いっぱい 結構これ来る親と思っていいですか、えー、ちもちろんそうですね、ラス目の難波の親は大体来ると思ったほうがいいけど、えー、リーグ戦なんで、ね、タイトル戦よりは来ない確率はありますけど、えー、それでもやっぱね、来ることの方が多いんで。柴田さんのこの痛風ロメって、なんか、どこから泣けばいいかなって思うんですけど。はくぽんはね、しないにして,てもいそうだけど、柴田さんはするんじゃないかな。 やっぱ上がりにかけるなら、当然ポンして手を進めないとね。はい、守備力は格段に下がりますが。ちいごろだ。ちいごろですね。ちいごろです。三層切り。ちゃんとがない。黒沢いいシャンテン。違うんだな。強いシャンテン。急走はね、二、はい、人の現物なんで残したいんですが。数万にしますか。数万でしょうね。 ガローピンとサブローピン違うセトクマはリアンシャンテンぐらいでしょうかンンお、これはマンツーチーマン切っていましたてます、ねまあ、3と入れ替えるかチーピン切るかソースでブロックを見ていった柴田です、うん まあ,あ嬉しい嬉しいいや嬉しいえっとあとはスースオとローマ行けばいい<マ><あ>スースオがここにあんこです <laughs> で次の方も持っていらっしゃるんじゃないですかわあスースオナシかでもこれはドラドラですからね低層、うん、でもい全然いいですね全然いい、ね、然いい山転こんのいいピン引きだってあるうん一枚切れ ちゃんの選択ね。やっぱシモちゃんに泣かれづらいのはマンズの方ですからね。はい。山にはマンズの方が残ってそうだけど。きたようやきた。しかも差し子じゃない方。崩れましたが。これもポンテも取っていきますね。瀬戸馬さんは。パソパソがポンテです。あ、これ振り点だけど。パーソーだ。ポン。チートポン。多分今チートいうチートよね。当然ね。こんなのね。ねえ、こんなカンちゃん。 これ一点して、ちい点が、順からですよ、カンパーソ。でリーチですよ。しばた。でも、降りる、ね。る降りれますから、いいです。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 あ。振り点じゃない、振り点じゃない。行くな、これは。勝負だ。ロソーソン。勝負勝。あ、まだイいシャンテン、ね。あ、いいシャンテンです。いシャンテンでローソン行ってる。はい。一応中筋。あ、中筋ね。それは結構通りますね。はい。札幌マン対。 サブローマ、麺ピンラドラ。どらどらこういう時はね、はい、どっちが勝つか知ってます？今度さん。あのなんで？分かんない。ういうあ分かった。な、は、ん、い、でしょう？泣いてテンパイ入ったから。半分正解。おやった。うん、あともう半分は。もう一個は打点がある方が勝つんですよ。 えー、それ知らなかったです, <laughs> すげえ的なこと言ってるんでボ買わされないようにして,してくださいねほんに、ね、怪しい、あのー、訪問販売とかに気をつけてす、ね、ぐ <laughs> はまるんで補正下着とか買ったことあるんでもう <laughs> ダメダメダメ C ピンはね通りそう今野さんには通ってないか、ええ、あ結構切る範囲がないんじゃないの ?9 <構>ピンだな選ぶとしたら9ピン 結構切羽詰まりますね。ウーマンも結構通りそうですね。中筋で、うん、あ馬でも降りちゃうってことですね。降りる馬も降りじゃないかな。やっぱドラも見えてないし。さっきもローソ言ったからな。まあローソは結構通りそうに見えるけど。はい。ここは時間を使いましょう。三万八千九百点ここで保持に回ると沈みが見えてきます。 チーマかチーマは瀬戸久保現物でワンチャンスとかなのかなチャンスでもないワンチャンスでもないんだけどネ粘ルってことでうんですねどうですかね河野、えー、さんに全く取ってないもんねでもこれマンズを追っていくんですかじゃあサブロマン報酬ですけど いや一応ね現物がないからっていうのは大きかったと思うんでただテンパったらなんか三郎マン打っちゃいそうなチーマンに見えるけどね三郎、はい、マン対決ですおーー今度の相も上がりとなりましたあまた当たり古さん,ーんリーチビーフングツモドラドラ2,000要請24004400です まあ、かぶりできついですねこれはね、はい、同じ町引き負けました12回戦と打ってくるでねえ変わりましたよね,ね展開が変わってきた模様ですこれで今野さんが今野さんがまだでも二万五千点ぐらいでもみんなまだ、うん、あそっか瀬戸川さん厳しいですも、ね、んね <laughs>

直撃もなかなかに厳しいああね受け入れなきゃいけないパターンですよねこれはしょうがないからまあ12回戦のプラスをうんでもねなんかあの12回戦見て3回戦でこれプラマイゼルはね,ね<え>ちょっと納得いかないけどな,な,んなんでこうなっちゃうのかなとなんかねいいファイト見せてこのハンちゃんも、はい、こうパ打ったんだけどその後ねすぐ上がって。 そうでしたね。そんなに影響ないかなと思いましたけど。うん、柴田の泣きは何でしょう。後付け。よろしいでしょうか。うん、何の後付けですね。まあ、トップを死守して。は三回戦終えようと言った企み。企、うんはい、んでる。<laughs> うわ、すごい。すごい引いた。<laughs> 引,きました引きました。何話、何はいかがでしょうか。何,何は持ってないね。やわやわです。あ、ドラ引いた。 わあ、もう一枚引くんか、いもういらないですね。お腹いっぱい。瀬戸熊さんもドラ使い切ってのちっとのドラドラですよね。となると、あ、なんでますこの形なら先になんとなりました。これは相当上がりですね。いや嘘もう黒沢から出るかもしれませんし、ただリアソは今現状ゼロ枚です。お、ゼロ枚はい。 嘘は嘘が2枚でしょうかね枚、うん、ただ黒沢のリアンスはどうでしょう出ましたね出ました柴田の上がりとなりました黒沢さんから見るとね<天>もう大体たい先天なんで打っても OK 3回戦トップです柴田2着黒沢3着今野ノ4着一人沈みとなりました瀬戸駒です続いて最終4回戦をお届けいたします